ちょっとみんな早く座って。はい、みんな静かになるのに35秒かかりました。はい、はい、それでは結構早い、35秒、優秀よみんな優秀やわは投げてください。ぜひ星を投げながらお話を聞いてください。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おばあさんは山へ島からに、おじいさんは川へ洗濯に行きました。冒頭から間違えたけど おじいさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこと大きな桃が流れてきました。おじいさんはその桃を一生懸命持って帰りました。そしておじいさんとおばあさんが桃を食べようと頑張って切ってみると、中から男の子が出てきましたそしておじいさんとおばあさんはその男の子を桃だろうと名付けました。桃から生まれた桃太郎、桃から生まれた桃太郎さて桃太郎はすくすく育ちましたとさちょっとおしまい。どうだった？はい、みんな静かに聞いてくださってありがとうございます。そんなわけでここからは、本日はうろ覚え朗読でいきたいと思います。何にも覚えてない。桃太郎が全然覚えてない。桃太郎が一番覚えてると思ったけど、それでもうこれやったから、ちょっとここから先は険しい道のりになるかもしれませんが、皆さん最後までついてきてくださりますか。ありがとうございます。かぐや姫ね。さて、じゃあ心の準備ができました。じゃあお次のお話に参りましょう。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山に芝刈りに行きました。すると芝を刈っているとすごく光る竹を見つけました。芝を刈っていると
竹を見つけました。その竹の中に、すごく光る竹の中にすごくちっちゃい女の子がいました。糸三寸ばかり、三寸ばかりなる女の子、糸お菓子。そしておじいさんはその女の子を家に連れて帰りました。そしてその女の子をおじいさんとおばあさんで、竹から生まれたかぐや姫とかぐやちゃんと名付けました。そしてそのかぐや姫は三寸ばかりなるものだったところから1メートル50センチに成長し、立派な女の子になりました。とても美人な女の子になりました。そしてかぐやは日本中の男から求愛を受ける人生を送ります。いろんなところからいろんな宝物を持って男が現れます。 Dance with me ミラポール、ミラポールありがとうございます。待って、話忘れた。そして全部忘れた。いろんな男の人からもてはやされ、最終的には一番国のトップの人と帝と結婚するしないかどうしようかなというところに、なんとかぐやは月の人だったのです。そしてかぐや姫は月に帰ることになりました。おじいさんは泣き、おばあさんも泣き。帝も頑張ったのですが、かぐやは不老不死の薬を残して月に帰ってしまいましたとさ、ちゃんちゃん。ああ、終わった終わった。いい話でしたね。めでたしめでたし。こんな話だったっけ、かぐや姫って。こんな感じじゃなかったっけ。なんかかぐや姫って竹取物語となんかよくわかんなくなってきちゃって。もうダメだった。マジピ。古文を思い出してさ、途中で。こんな感じよね、大体。大体こんな感じでしょ。最後だって、なんか不老不死の薬残して月に帰って、帝は不老不死の薬を叩き割るみたいな感じじゃなかったっけ。叩き割る。そんな話じゃなかったっけ。今は昔、竹取りの翁というものありき、そう、ちょっと竹取物語と童話がもうなんか混ざりに混ざって、そんな感じになっていました。難しいわ、昔話って。なんかみんなもうろ覚えなもんやな、覚えてないよな、意外と。何があるかな、他に。古文の方しか覚えてなかった、逆に。何があるかな、昔話といえば。配信、あ、公式さん、公式の方ありがとうございます。ありがとう。
寸法師ね。一寸法師は行ってみましょう。一寸法師だんだん記憶がない話が増えてくるけど、それでは一寸法師。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おばあさんが川に洗濯に行くと、どんぶらこと小さな男の子が流れてきました。男の子はお味噌汁の器に入っていました。そしてその男の子をお家に持って帰って、おじいさんとおばあさんは愛情を込めてすくすくと育てました。すると一生懸命育てたにもかかわらず、男の子はずっと三寸の一寸のままでした。そしてある日おじいさんは男の子に言いました。前は鬼を倒しに行きなさい。そんなわけで一寸しかない男の子は鬼を倒しに行くことになりました。武器はおじいさんから与えられた一本の針。そしてここからが物語のそしてここからが物語の面白いところです。一寸法師と呼びましょう。一寸法師は鬼のところに行きました。そして持っていた針でチクチクと鬼の体を刺して、打ち出の小槌が出てきました一寸法師は一寸法師は鬼の目を刺したりして、鬼を倒して鬼から打ち出の小槌を奪いました。そしてその打ち出の小槌を一生懸命持って帰って、おじいさんとおばあさんと幸せに暮らしましたとさおしまい。わかんない、なんだっけ一寸法師って。なんかもっと登場人物いっぱいいたよねどうやって針で勝ったんだろう。姫様ってなんだっけみんな覚えてないでしょ。でも打ち手の小槌ってさ、なんだっけ、ドラえもんのさビッグライトみたいなやつってこと。打ち手の小槌ってなんだっけ。本当に全然一寸法師をさ、あんなに小さい頃読み聞かせてもらったはずやのに覚えてない。信太郎さんありがとうございます。お姫様とキスして通常サイズになる、そんなやったっけ。そう、なんかお椀に乗って流れてくるんじゃなかったっけ。お椀に乗って戦いに行くんだっけ。ちょっと親指姫とかもあるしね、もうわからんわ。これはもう明日本屋さんで本物を皆さん確認しに行ってください。まあ難しい、ちょっと本当のストーリーないかな。なんかモヤモヤするよね。一寸法師、お、出てきた出てきた。
わせしよう。もう気になるから来ました、一寸法師。打ち手の小槌って大きくなるんだ。お金出てくるやつじゃないの、打ち手の小槌って。分からんことが多いな、世界には。じゃあ本当の一寸法師を読みたいと思います。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人には子供がいなかったので、おじいさんとおばあさんは神様にお願いしました。神様、親指くらいの小さい子供でも結構です。どうぞ私たちに子供を授けてください。すると本当に小さな子供が生まれたのです。ちょうどおじいさんの親指くらいの男の子です。二人は早速一寸法師という名前をつけてやりました。ある日のこと、一寸法師はおじいさんとおばあさんにこんなことを言いました。私も都へ行って働きたいと思います。どうぞ旅の支度をしてください。そこでおじいさんは一本の針で一寸法師にちょうどぴったりの大きさの刀を作ってやりました。おばあさんはお椀を川に浮かべて一寸法師の乗る船を作ってやりました。ほらこの針の刀をお持ち、ほらこのお箸で船を漕いでおいで。はい、では行ってまいります。一寸法師は上手にお椀の船を漕ぐと都へと出かけました。そして都に着くと、一寸法師は都で一番立派な家を訪ねていきました。頼もう。はーい。あれ？出てきた手伝いの人は首をかしげました。おや、誰もいないね。ここだよ、ここ。手伝いの人は玄関の下駄の下に立っている小さな一寸法師をやっと見つけました。あれまあ、なんで小さい子だろう。そして一寸法師はその家のお姫様のお守り役になったのです。ある日のこと、一寸法師はお姫様のお供をしてお寺にお参りに行きました。するとその帰り道、突然2匹の鬼が現れたのです。お、これは綺麗な女だ、もらっていくとしよう。鬼はお姫様を見るとさらおうとしました。待て。一寸法師はおじいさんにもらった針の刀を抜くと鬼に飛びかかりました。ところが、なんだ虫みたいなやつだな、お前なんぞこうしてくれるわ。鬼は一寸法師をつまみ上げると口の中にひょいと入れました。ところが、パクリとひょいと飲み込みました。鬼のお腹の中は真っ暗です。一寸法師は針の刀を振り回してお腹の中を刺して回りました。これには鬼も参りました。いたたたたた。困った鬼は慌てて一寸法師を吐き出しました。よし、今度はわしがひねり潰してやるわ。もう一匹の鬼が言いましたが、一寸法師は針の刀を構えると、今度はその鬼の目の中へ飛び込んだものですから、鬼はびっくりです。助けてくれ。二匹の鬼は泣きながら逃げ出してしまいました。はっ、これに懲りてもう二度と来るな。おや、これは何でしょう、お姫様。鬼が言ってしまった後に、不思議なものが落ちていました。まあ、これは打ち手の小槌というものですよ。トントンと振ると何でも好きなものが出てくるのです。そこで一寸法師はお姫様に頼みました。私の背が伸びるように背出ろとそう言って振ってください。お姫様は喜んで打ち手の小槌を振りました。背出ろ。すると一寸法師の背は振れば振っただけぐんぐんと伸びて、誰にも負けない立派な男の人になりました。そして一寸法師はお姫様と結婚して仕事も頑張り大変出世したということです。おしまい。ツッコミどころ多くない？みんな本当の一寸法師。待って、みんな覚えてた？これ私そういえばこんなんやったような気するなって思ったんやけど、でもだいぶさ近かったやん。なんか
ちょうど出てくるものとかだいぶ一緒やって、針とかお椀とか鬼の目を刺すとかさ、近かったよね。感動したもん。でもさ、神様さ、親指くらいの小さい小さい子供でも結構です、どうぞ私たちに子供を授けてくださいってお願いしてさ、本当に親指くらいの子供を生まれると思うんよね、頼んだ方も、ね、そういうものの例えやのにさ、本当にそんな親指サイズの子供を授けられても困るよな神様ちょっと話通じんやつやったわ、この一寸法師の神様ね。ちょっと意地悪。あと一番気になったのさ、一寸法師がお姫様の家訪ねて行ったのは、まだ一番立派な家を訪ねていくのはまだわかるんやけどさ、そして一寸法師はその家のお姫様ものお守り役になったのです。お守り役なんでなんどんな気持ちで、どんな気持ちで都で一番立派な家の人は親指を雇ったん、めっちゃ気になるわ。急展開すぎる。なんかもっとこうな、お姫様をな、いや気にしたあかんからな、気にしたあかん、親指も頑張ってるからな、気にしたあかんねんけど、めっちゃ突っ込みたかったもん。もう鬼もなんかナンパみたいなことしてさ、当たり前にみんな人のものを奪うよね、そうやで、面接で落ちるよな、やっぱ今の時代の就職の方が厳しいわ、みんなこの時代やったら親指でも就職できたのに。うん、そうなんだよ、こんな童話聞いてよく寝ようとしてたな昔、すごいわ。親指も頑張ってくれてるんやなって気持ちになりますね。な、この動画から何を学ぶか、なんか親指でもどんなに小さい人間だと思っていても、自分のことを、自分がどんなに小さい人間なんだろうと思っていても、いつか頑張っていれば大きな人間になれますよという秘められたメッセージが込められていると感じました。私の見解は以上です。やっぱりこう親中の中に入っても戦ったり、そういうこう工夫をねしていくことが大事なのかなと。ダンスウィズミー、ダンスウィズミーありがとうございますミラボールありがとう、タカさん、ミラボール来るとパリピになっちゃうからね。こんばんはちょっと童話って覚えてなかったわ全然。なんかちょっと悔しい。なんかシンデレラとかやったらいけた気がする。シンデレラとかやったらいけたわ絶対。うん、絶対いけた。ちょっと題材が悪かったかも今日は。題材が悪かったね。うん、やっぱり桃太郎とかぐや姫と一寸法師、これはもう分かんないから。私はグリム童話で育ってきたからさ全然そんなことないんだけど、ちょっと今度リベンジしようかなと思いますね。リベンジマッチでうろ覚え朗読させてもらおうかと思います。イソップとグリムとか
無限にいけるで、これだって童話っていっぱいあるもん。朗読もそうだね。そんなわけで私の記憶をたどるお話がありがとうございました。みんなもね、ここはもう予習なしで、童話の予習なしでまた次も来てください。あっという間に30分。この後はね21時から。面白かった？よかった、ありがとうございました。21時からお料理をします。お菓子とパンを45分で作ろうの回です。忙しいわよ、めちゃくちゃギリギリの戦いをしようとしています。これも挑戦です。作れるのでしょうか、後で見ていてください。ということで21時から21時45分まで配信よろしくお願いします。ちなみにその21時の配信が終わったら次が22時20分からだっけかな、配信があります。今日紙に書くの忘れちゃった。もうここまで来たら今日は書かずに行こうと思いますけど、22時半だった、ごめんなさい。21時と22時半と23時40分ぐらいとか。ランキング読まなきゃ。ランキング読んだっけ、読んでない読んでない。13位よしさん、12位なかちゃん、11位ゆうがさん、10位夏ぎっしりさん、ぎっちりさん、きっちりさん9位ちょっこうさん、8位こうさん、7位すぎぞうさん、6位太一郎さん、5位たこさん、4位なべ太郎さん、3位のぶ太郎さん、誕生日おめでとうございます。2位くにさん、1位アルダさん、皆さんありがとうございました。面白かったと言ってもらえたら幸いです。それではまたお時間がある人はまた後でお会いしましょう。お待ちしています。そしてフォローもよろしくお願いします。本当に星投げカウントとかね、ギフトとか本当に本当にありがとうございました。また朗読します。それではバイバーイ。昔々あるとこ